まあ、今日ももう何回かクロス上げてますけどね。そうですね。ここも深い位置、抜き案反転上げてシュートだ松本。まあ、やはりメンデスのところとルキアの力関係のところですよね。ボックスの中で振り向いて速いボール逆サイドの松本雅也取り替え、リラを使ってクロス足元いついた、追いつきました甲府同点。だから左から右ですよね。ノスだからいいところで取り替え受けてうまく流れたところ、リラから近いサイドクリックして落ちシュート決まった、よくないですね、はい。まあ、浮いてるんでしっかり目線かボールから目線を外さずにインステップで綺麗に、長谷川が蹴りますインスイングのボール中央を狙ってメンデセット、追いついた、長谷川のボールも見事です。インスイング、まあ、一瞬外しましたね。右サイドの藤原前を向いてニアサイドの谷口か、こぼれたところまだあります、島田のシュート、先制点が新潟。まずここですね、しっかり中を見て入れてるのと、この跳ね返りの2回セカンドボールを島田拾ったことになるんですけど、柴山のドリブルが始まって前には中野がいます。そして今が前、今か中野だ、中野のシュート、この柴山ですね、はい、まずこの守備やっぱり奪ったところからですし、こう積極的に相手に向かっていくドリブルでボールを見せといて、このスペースに中には4人、高澤の前こぼれた、谷口シュート来た、ランナーのシュート決まりました。これ中に3人4人5人入ってますよね。やっぱりこう抜けてきたファーの守備、ファーにアディショナルタイム新潟1点を勝ち越しました。まだ時間はあります。大宮です。もちろん長いボールを当ててきます。落としたシュート、ボレーシュート、追いついた、コンパクトに振り抜きましたね。このようなチャンスを作ることができています。あ、クロスを上げていきますが、ヘディング前、突き刺しました、松本。でその前からやはり前選手がね、左サイドで逆サイドからゴール前に入っていくっていうところはしっかりできてたので、これも大外から位置からのキックはどうか、浮かせたボールです。ここは沈めました、松本追加点、柔らかいボール、逆サイドのスペースにこう少しゆっくり気味の落とす気味のボールを流したと、まあ、時田選手も入りすぎてうまく体を戻して対応して、味方の上がりを待って坂野、シュートコースは切っている形ですが、ミドルシュート、攻撃参加と重選手に対して1対1で勝っていっただけにね、ここまでゴールを決めてしまうと、下げてこの位置、佐藤、柔らかいボール、ルカを折り返して鈴木のシュート、まだある、4点目を沈めました。やはり1回ボールから消えますので、はい、不利になることも多いと、秋田がセカンドボールに対してなかなか反応ができなかっただけに、ここもフリーになったところでしたね。中井選手が揃っています。ここはパンチング囲い、このシュートは沈めました。竹早手、まずは1点を返しました。ボールを前向きに拾える位置にいたというところと、まあ、ここで1回ボールをね、目から切らずに、さあバイスから一気に前線、宇高が走っている、バングダシュートー、もう受け手と出し手がねバッチリあった。でそこでワンバウンドして少しね、ディフェンダーは町田ディフェンダー触るんですが、蹴るのは吉尾、ヘッドだで、そこでうまく合わせました。さあマスターテンマ、宇高、飯田を使う、飯田切り返してシュートだー、イスマイラー、中央の野田逆に来た、残っているシュートか。まず高いボールで林、ここよく折り返しましたよね、はい、今度はハイクロスできた、シュートだー、同点、
こう縦にねボールをこう蹴り上げるようにしてドライブかけたシュートですよね。はい、横の藤田、林か、よく見た林、林勝ち越し山形。ちょっとここ鈴木選手にとってはちょっと邪魔になったと言いますかね、もっとシュートブロックに行きたかったんだけど半歩こう踏み込めなかったっていうのが一つあると。ニアン、スラッシャー、見事でしたね。こうニアに駆け上がってきた加藤選手のちょっとフリックでフィニシウス選手、まあ、基本的に千葉はねこのゴールに一番近いところはゾーンなのでそこに入らさないためにそれで結局外からぐるぐる回るしかない。小池のクロス、マイナス、佐藤収めて落とす、花戸のシュート、切り返すチャンス、森のフィニッシュ、水戸同点85分。そうでしたよね、白の日本が当たっています。お低いボール、ニアだ、抑えて近藤、流れて押し込む、逆サイドはここね、そこを見逃さなかったですよね。これは近藤選手かな、前半は先に触れていました。真ん中だ、嫌なボールだー、押し込む、してくるですけどね、まあニアのとこですけどね、回数ありますからね。しかし課題守備の山口、さあどうだ、ヘディング決まった、岡山先生、最後押し込んだのは上条、今のシーンです。阿部選手ですね、勇気選手の前、再び同じサイドからコーナーキック、先ほどはニア速いボール、今度はどうか、中央へヘッド、決まった、西村のヘディング、堀選手、椿選手のサイドからの仕掛け、寄るものですし、まあ1本目ニアのニアで佐藤選手を見せておきながら、武田蹴ってきた、あ、決めた、武田 J 初ゴール。おそらく壁が割れたのかなというシーンですね。はい、この間ですよね。そうですね、壁の間を抜けてますね。阿部も縦横無尽、中へのボール、清水が入ってくる、清水ヘッド、勝ち越しゴール、背後的確につき、サイドバックが戻りきれてない、このギャップですね、ここしかないというところで仕事しましたね。はい、このサッカーを愛する全ての皆様へ、J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。